はい、どうもこんにちは、速稼塾の久保です。塾生さんのレポートがまとまりましたので、ここで報告させていただきます。題して1年で250万円を返済、この実績報告です。全部を未経験からこの方はされました。そしてさらにですね、このお金だけじゃなくって人間関係も再構築できて、健康状態も改善したというね、まあなんとも見事な1年間それを過ごしてくれたんですよね。で、今回はこの実際に1年で250万円を返済して人間関係再構築して健康状態も改善した一人の男性の例を紹介します。この方自身が書いてくださったレポートを読ませていただきます。この方40代後半でですね、地域に暮らして、まあ長いわけなんですけども、十数年だったかな。ちょうど新卒で就職して転職を2度ほどして、で2度目の転職でここまで来たという方です。まあそういったプロセスの中で250万円を借金としてね抱えてしまったと。返済も地道にしてるんですけども、なんせ毎月毎月できる返済額が1万円とか2万円っていうね間なんで、なかなか減っていないそうなんですよ。で、なんとか減った現状が250万円の借金ということで、1年前にねこの返済計画を私と一緒に考えました。1年前というと生活保護から1億円みたいなタイトルで動画を撮り始めたりとかね、ライブ対談をし始めた頃だったと思います。こちらの生活保護から1億円っていうのはオンラインで画策したということになりますけども、まあ、当然ねいろんな事情でオンラインができないと、顔出しができないって方もいらっしゃいます。まあこのねネットビジネスで稼いでいこうとする私に、ネットを使わずに行ってもね、なかなか面白いユニークなアプローチなんですけども、全然大丈夫です。基本的にやること同じなんでね、で集客もそんなに大きくは変わりません。ですんで今回の方のような例ができたと思います。さあそれではね紹介していきましょう。この方はどういうふうにやって1年間でお勤めの給料の他に250万円というお金を作っていったのか、これについてのこれはねレポートになります。レポートを読むだけですから、私もね聞きながら見ながら、なるほどなと思いながら皆さんと一緒に考えていくことになります。それではね改めてタイトルなんですけども、スマホパソコン講座を開講し250万円の借金を返済できた体験報告ということでございます。このように書かれております。久保先生、背景秋深まる今日この頃ですが、日々変わらぬ朝のライブ放送を拝聴しております。さてこの度昨年の今の自分から先生にご指導いただいた借金返済計画を無事達成することができましたので、ご報告させていただきますということですね。この方は3年4年ぐらい前から私の放送を見ることになって、で速稼塾に入塾してくださったんですよね。でその他の方々のいろんな体験を見たり聞いたりして楽しんでくださったわけですけども、ご自身であんまり動くことがなかったんですよ。でもいよいよ昨年の今頃ですけども、もうちょっと早い夏の頃だったかな、もうどうしてもね自分の人生を変えていきたいと、久保先生が話してくださる塾生さんの体験ってのをいつかね私の体験としてそのライブ放送や動画放送などで紹介してほしいんだということで決意されました。そこから私とこの方の借金返済計画、年間で200万300万プラスアルファで稼いでいこうぜ計画がスタートしたわけです。はい、じゃあ文章戻ります。あれは1年前のことです。先生との出会いがなければ私は今頃どうなっていただろうかと考えると恐ろしい気持ちになります。250万という大きな借金を抱え、将来に対する不安で押しつぶされそうでした。ね、確かにね、40代後半で
250万の借金があるとね、不安になると思います。はい、文章戻ります。そんな中、先生の温かい励ましと具体的なアドバイスのおかげで、私は希望を失わずに一歩ずつ前に進むことができました。先生のアドバイスを参考に、私にはたまにちょこちょこやっていたポイントサイトの稼ぎ方を次の段階に進めることにしました。ここで注釈入れますけども、この方はね、速稼塾に入ってはっきりと稼いだと言えるのはポイントサイトモッピーぐらいしかないんですよ。あとは A8 ネットのセルフバック、これはね、速稼塾に入ったら大体陥るルートなんですけども、最初はポイントサイトで稼ぐ、セルフバックで稼ぐ、大体10万円ぐらいは誰でも行くんですよ。そこで感動するんですけども、そこから安心してか何なのか分かりませんけども、だんだんトーンダウンして、セルフバックとかね、それからポイントサイトもだんだんやらなくなるんですよ。じゃあ YouTuber になるのかって言ったら、 YouTube もあんまりしてない。で、その他のネットビジネスと言われてることをしてるのかって言ったら、してないんですよ。まあ、要するにね、最初のアクションで満足度がぐっと高まって、モチベーションがぐっと落ちてしまうんですよね。で、そうなってくると借金は返せませんし、大きな人生を変えることはできないんですよ。そこで得た体験を次の段階に進めていかなきゃいけないんですよね。はい、今回は次の段階に進んだってことになります。戻りますね。私がアドバイスしたのは、インターネットで情報拡散するっていうのも一つの手なんだけども、まずはこれをやってみましょうということで、昨年アドバイスして、その計画書を送り、それをこの方はやってくださったってことです。そうすると、私の計画した結果が出たんで、今回のレポートになったってことですね。はい、じゃあレポートに戻りましょうか。地元の町内会の私は幽霊会員だったのですが、久保先生のアドバイスの通りに、町内会を通じて地域住民向けの講座を開講することにしました。これがだからスマホパソコン講座だったってことなんですよ。最初は自分にはうまくいかないのではないかという不安もありましたが、先生に相談し具体的な計画を立てていくうちに、自信を持つことができるようになりました。町内会の役員の方々にもご協力いただき、地区の集会所で全4回の講座を開講することができました。受講料は19,800 円を12,800 円町内会価格と設定しました。ここで注釈入れますね。この方に私がお示ししたのはね、スマホパソコン講座でまずは簡単な作業を覚えて、実際にそこでね、お得な情報を実際に自分に手繰り寄せて、ふるさと納税をインターネットでやったりとか、その他何らかの特典をもらったりとか、インターネットの広告の使い方を覚えたりとかで、詐欺広告に注意みたいなこともやりましたね。こういったものを第1回目に据えて、このパソコンスマホ講座に来ませんかという募集を町内会にかけてもらったんですよ。で、この講座は全4回です。全4回の2回目3回目4回目の内容は今でこそ公開してますけども、最初は1回目に来て満足した方は2回目に来てくださいということで紹介しました。で、4回目まで参加した方に限って受講料は発生しますと。途中で休まれた方とか、それから途中から不参加になった方から一切受講料いただきませんということにしたんですよ。だから極端な話、3回目まで参加してそれで4回目来なかったら受講料いりませんって形ですよね。要するにもらい得できるわけなんですよ。そこまで譲歩して今回の4回シリーズをやったってことなんですよね。さあ、じゃあ戻りましょうか。この講座の内容は全4回、1回目は基本作業を覚えようということで、スマホパソコンの初心者の方でも Gmail を取るところからスタートしたという講座になります。2回目、 Gmail が取れれば、すなわちセルフバックやポイントサイトはもうできるんですよ。ですので、実際にここではね、講義の中でお金を稼いでいただくということをしました。セルフバックポイントサイト講座です。はい、3回目、講座の3回目、フィードバックです。これは何かっていうと、第1回目第2回目で
感動したこと、気づいたこと、これは良くなかったなってこと、こういったことをフィードバックしてみんなで話し合うっていう会にしました。講師の方はふんふんと聞いてその内容をまとめるだけです。で、4回目、最後の4回目はアナウンスです。このパソコンスマホ講座で3回目でフィードバックしたことを、今度はその会の中じゃなくって、そうじゃない家族とか会社の人に話していきましょうっていうふうなね、その話し方講座をやりました。それが4回目です。で、ためになったなと思う方、4回目まで参加した方は費用をお納めくださいってことでしたね。で、講座の内容は初心者の方でも安心して参加できるように丁寧に基礎から解説しました。スマートフォンを使ったアプリの使い方やパソコンを使った簡単な文書作成など、日々の生活で役立つ内容を中心に参加者の方々と一緒に楽しみながら学ぶ時間を過ごしました。講座は予想以上に好評で、毎回20名から30名ほどの参加者の方々に来ていただきました。これ実はね、全4回ってのはね、1ヶ月毎週1回ずつっていうことで設定したんですけども、これ土日を最初にはね当てたんですけども、そのうち平日の夜7時から9時という時間でもやるようになったんですよ。つまりね、このスマートフォン講座むちゃくちゃ回数やったんですよ、1年間。それこそアルバイトや副業するつもりで、会社がね、この方が勤めてる会社が終わって夜とか、それから休日、これをフルに使って、もう一つの副業、サイドビジネスをやっているような形で、牛丼屋とかコンビニに勤めるような感覚で、とにかくこのスマホ講座を徹底的にやりましょうという形でやっていっていただいたんですよ。そうすると毎回ね、20名から30名ほどの方が参加したって方になります。で、中にはスマートフォンやパソコンの操作に苦手意識を持っていた方が、講座を通じて自信をつけ、積極的に新しいことに挑戦するようになったという嬉しい声を聞くこともできました。講座の講師料設定ね、つまりこの 19,800円が町内会価格 12,800円ですよっていう価格設定ですけども、非常に悩みましたので久保先生に決めていただきました。町内会で募集するにしては高いような気がしましたが、結果と評判を聞くと決して高額ではありませんでした。満足度が高ければ、この金額でも安いと感じていただくことができると改めて認識できています。また地域の方々との交流も深まり、新たな人間関係を築くこともできました。その他、先生にご指導いただいた通り、私は支出を徹底的に見直し、無駄なものを削ることで生活費を圧縮しました。特に4読をやめることで一気に食生活や健康状態、生活経費が好転しました。そして講座で得た収入と合わせ、計画的に借金を返済していきました。250万を1年で返済するってことですから、月間で20万ぐらい返済してるんですよ。すごいでしょ、20万ですよ。20数万を毎月返済していったんですよね。すごいですよね、そのような経緯で1年間ついに250万円の借金を完済することができました。私は今心から安堵し、そして未来への希望を感じていますね。昨年の今頃は250万の借金があった、今は借金ないというのがこの方の状態です。そして250万円の副収入を1年間で得たことを実感しました。実はちょっと余剰資金がありますので、その一部をお礼として送金しますね、ということで、実はね、1年間で250万じゃなくて310万、この方は稼いでるんですよ。つまり多分ですけども、この方の会社員としての本業の収入とトントンぐらいこの1年で稼いだんで、まさに所得倍増でしょ。岸田総理みたいな嘘じゃないですよ。私は所得倍増といったら本当に所得が倍増したってことです。
はい、この1年を体験して、経験を通じて私は多くのことを学びました。お金の大切さ、自己成長の大切さ、そして人とのつながりの大切さ。計画と想定の繰り返しで予定は現実になるということ。まさに久保先生との出会いは私の人生にとって大きな転機となったことを実感しました。久保先生と出会って3年以上になりますが、最初からアドバイスの通りにしておけばよかったです。今心から感謝の気持ちでいっぱいです。この場を借りて改めて先生に深く御礼申し上げますね。おそらくですよ、おそらくこの方の人生で250万の借金を1年で返済する、家族に聞いても近所の人に聞いても、それこそ町内会の人に聞いても会社の上司に聞いても明確な答えは得れなかったと思いますし、実際にこのような1年間を過ごせてないと思います。はい、戻ります。そしてこのレポートを聞いてくださっている方に申し上げます。あなたもお金や健康に悩んでいるなら久保先生についていかなければもったいないです。久保先生との出会いを生かさなければもったいないです。3年で1億を稼いだり、 YouTube の登録者が2万人ほどいたり、17歳も年下の女性と結婚したり、そんな体験と実績を持つ方とはなかなか出会えないのではないでしょうか。私ももちろん今後も先生のご指導をいただきながらより良い人生を送っていきたいと考えております。以上ということになりますけどもね、実際に私がこうやってああだこうだ言ってもね、やるかやんないか決めるのは皆さん自身なんですよ。でその中でやった方がこうなって、こうなってない方は多分やってないのかなと思います、ね、この方ね、毎月毎月4回のコースの公民館活動の中で4回まで来てくださった方にはありがとうと言われながら1万2800円もらってるんですよ、ね、それからお中元ももらったらしいです。それも言ってみれば副収入ですよね。で月に1回この4回講座を何回何本かやってるわけなんですけども、これがねおおむね1年間なんですよ、ね、だってね毎回20人の方が参加して、で4回までやるじゃないですか。12,800円、これ軽く20万くらいでしょね。最後まで参加された方が12,800円払う、それがだいたい毎月毎月20万くらい入ってるってことは、ほとんどの方が休みなく途中でやめることなく最後まで参加したんですよ。で4回目まで参加した方だけに費用を12,800円いただきますよっていうふうに予告してますから、お金を払うつもりで4回まで来た人がいるってことなんですよ、ね、その結果ポイントサイトやセルフバックで2回目にしていきなり稼げちゃってるんですよ。で3回目のフィードバックでお互いに自分はこんなので稼いだ、あんなので稼いだってお互いに言い合ってるんですよ。モチベーションみんな高くなるんですよね。で4回目ではその内輪で話し合ったことを今度はこの講座に参加してない人に話しましょうみたいなことで4回目話し方講座をやって終わってるんですよ。どのように話すと聞いてもらえるかってことですよね。すごいですよね。すごいのは第1回目がうまくいったから2回目につながったってことなんですよ。1回目では例えばね、 LINE のアカウントの作り方が分かりませんとか、 Twitter のフォロワーとの関係が分かりませんとかね、そういった基本動作やってるんですよ。 Gmail の取り方をやってるんですよ、ね、みんなスマホは持ってるのに Gmail の設定すらしてなかったんですよ。スマホキャリアのメールはあったけども、それと何が違うのって言ってましたけども、なんで違うかを説明しました、ね、スマホは乗り換えの際にメールアドレスがまた1からになっちゃうんでしょ、めんどくさいでしょ、だから同じスマホをナンバーポータビリティがあるのに切り替えてないんでしょ。 Gmail は違いますよと、どんなスマホでも持っていけるんですよと。Gmail の中にあなたがやり取りした結果がずっと残っていくんですよ。っていうところからね、私が講義の内容のレジュメを作ってそれをこの方に読ませるだけってしたんですよ。でおそらくこんな質問が来るだろうからこう答えろっていう想定問答集も作ってお渡ししました。そうすると想定問答集になかった質問は一切なかったということなんですよね。
はい、速稼塾に入ってね、こういう風にやっていただいて、まあ、私もね良かったなと思います。まあ、なんせね250万の借金返済ですよ。良かったじゃないですか。ただしデメリットがあります。デメリット何かというと、これね焼き畑農業って言うんですけどもね、私らの業界の言葉では、この講座を1回受けた人は基本的に2回目に同じ講座を受けないでしょ。だから町内会とか地域の人がほとんどこの講座を受けてしまったら、もうそこで終わりなんですよ。打ち止めなんですよ。あとはこの講座を他の地区に持っていくしかない、もしくはそれをインターネットでやっていくしかないってことになります。だからこの方はね、借金返済して、ああよかったって言って、今度は満足度が高いんだけども、モチベーションが下がった可能性があるんですよ。最後にね、より良い人生を送っていきたいって書いてますけども、はっきり言ってね、借金返済するのが目的だったんで、借金返済しちゃうとそれでこの方辞めちゃう可能性が高いんですよ。辞めてもいいですよ、もちろんね。でも焼き畑農業ですから、確かにこの1年で地域の方には、伝える方にはもう伝えちゃったでしょ。2度目の受講ってのはないですよ、同じ人が受講ってのは。じゃあ他の地区に出張していくっていう方法もありますし、改めてこの実績を持ってね、インターネットでそういった講座をやっていくっていうのもあると思います、ね、ただ、まあ、そこまでやんなくてもいいか、借金なくなったしと思えば元の暮らしに入って、そこでね会社の実績を上げていったりとかするのもいいと思います。あとはもう本当にね、皆さん次第、あなた次第ということになりますけども、私が言いたいのは、まだ1年間で100万円すら稼げてない人は、少なくとも似たようなことをやるチャンスは残されているんじゃないかなってことでございます。はい、じゃあ今日はそんなところにしておきましょうか。まあなんせね、今まで1年間でこのセミナーの講師をやったことがなかった方、未経験に挑戦した結果、人前で話すってことをできるようになったわけですよ、この1年で、ね、しかも自分で人前で話すことによって年間300万ほどの副収入を上げたってことなんですよ。会社では人前で話さないそうです。言われたことをやるだけ、人前で話すのをその人前の一部として聞いてるだけらしいです。でも今はね、ちょっとその辺も変わったらしいです。人前で喋ってる人がどんな反応があったら喋りやすくなるのかってことが自分の身をもって分かったんで、だから目をしっかりと見て聞いてあげる、うなずきながら聞いてあげる、メモを取りながら聞いてあげることによって、人前で話す人のモチベーションを上げてあげようかなって気持ちになって今は聞いてるそうです。こういった方の存在って嬉しいんですよね。はい、それでは長くなりますんでこの辺にしておきましょうか。はい、今回紹介させてもらった塾生さん、1年間本当お疲れ様でした。これからこの年収250万円を今年もやっていくのか、それともやめていくのか、次の段階に進むのか、それはあなた次第でございます。とりあえず速稼塾に入って30万払って、250万が借金返済できて、コストパフォーマンス抜群でしょやればこうなるんですよ。はい、じゃあそんなことで失礼します。